请问大家，你是狗派吗，还是猫派？大家很喜欢在家里养狗或猫，但是日本的房子，特别是租的房子哦，有一个情况就是比较不容易找到可以养狗养猫的大楼或者是一些公寓，有一些地方是会被禁止的。但是最近有一些变化，有一些房子是。 专门可以租给喜欢养猫的人，那里面的装饰也是有一点跟普通的房子不一样哦。所以现在我们可以听听看关于这个话题的一个新闻。那再来呢，听完以后，我们也是可以了解一下这个脚本里面的所有的要点，可以大家一起来训练听力哦。 新型コロナに伴う在宅ワークの増加などの影響もあり、猫を飼いたいと考える人が増えています。でも、日本の賃貸住宅では猫を飼えないところが多く、その願いが叶わないことも。そんな中、猫が気に入る家が今注目を集めています。ある賃貸住宅では、猫と快適に暮らせるをコンセプトに様々な工夫がなされています。 部屋には猫が運動できる足場がたくさん設置されており、しかも透明な素材で作られているため、肉球が観察できる構造になっています。飼い主も大喜びですね。また、火を使うキッチンはガラスで仕切られているため、猫が入りにくくなっています。猫の安全にも配慮されているというわけです。さらには猫専用の出入り口があり、そこから外へ出ると、 柵に囲われた庭で遊ぶことができます。他の猫が入ってくることもないので、他の猫と喧嘩をしたり、脱走してしまうという心配も無用です。飼い主も安心でき、猫にとっても自由な環境を楽しめる理想的な環境が整っているのです。こうした物件は、普通の物件よりも家賃が10%ほど割高であるにもかかわらず、約場数が 前年に比べ50%も増加しているそうです。物件を紹介している不動産会社は、猫にとって心地よい物件であれば、飼い主さんも長く住みたいと思い、契約を更新してくれる。そうすると、大家さんにとっても安定した賃貸経営が行われる、と述べています。犬に比べて猫は環境に慣れるのに時間がかかり、また大部分の時間を家の中で過ごす生き物です。 それだけに、猫にとって心地よい生活環境を整えることが、飼い主にとってもストレスなく、猫との生活を楽しめる秘訣なのかもしれませんね。その上、大家さんにとってもメリットとなるやり方となれば、まさにウィンウィンのビジネスモデルと言えるのではないでしょうか。大家、听完文章後、有不懂な地方吗没关系、让我们分段再听一次。 这次我会主意讲解新型コロナに伴う在宅ワークの増加などの影響もあり、猫を飼いたいと考える人が増えています。でも、日本の賃貸住宅では猫を飼えないところが多く、その願いが叶わないことも。そんな中、猫が気に入る家が今注目を集めています。 新型コロナに伴う。新型コロナに伴う。这边コに伴う。それは何に伴うそれは何意思是それは何に伴うそれは何に伴うそれは何に伴う在宅ワークの増加。それは住工作の增加などの影響もあり。家用的な影響。猫を飼いたいと考える人が増えています。 考える人就是这么想的人。怎么想呢就是猫を飼いたい想养猫。这样想的人在增加。でも日本の中、賃貸住宅では猫を飼えないところが多く。这边 OK 吗マ。飼えない、就是飼います、养的可能性。飼えます的否定性。飼えない、飼えない、不能养。で、这边 ところが、多く。多く就是多くて、のて拿掉的版本。表示、书面语的时候的連接的用词白化一点的话你可以说、多くて。その願いが叶わないことも。这样的愿望叶わない不能实现。这样的时候也有。这边的、ことも、结尾就是摩的结束方法、是什么呢 就是有省略到こともあります」这个词，这个「あります」就意思比较容易通了，也有这样的时候的意思。そんな中、这样的情况之下，猫が気に入る、也，気に入る就是会喜欢，意思就是猫咪会喜欢的房子。現在注目を集めています。 引き大家的注意事件だ。好、那我们可以看看下一段。ある賃貸住宅では、猫と快適に暮らせるをコンセプトに、さまざまな工夫がなされています。部屋には猫が運動できる足場がたくさん設置されており、しかも透明な素材で作られているため、肉球が観察できる構造になっています。飼い主も大喜びですね。 また、火を使うキッチンはガラスで仕切られているため、猫が入りにくくなっています。猫の安全にも配慮されているというわけです。ある賃貸住宅では、猫と快適に暮らせるをコンセプトに。さまざまな工夫がなされています。猫と快適に暮らせる。 暮らせる就是可以过日子或是可以过生活。那、过的感觉是怎么样子呢就是快適に舒适的过生活。喔、コンセプトに。コンセプト是主题。所以呢以这个为主题来各式各样的功夫。工夫がなされています。なされています。跟されています。就是会有这样的功夫。 呃，这个说法的时候的一个基本的动词连接法。再来，部屋には猫が運動できるアシバ。猫咪可以运动的アシバ，アシバ就是所谓的垫子，或者是呃一些可以踏上的那些呃架子的意思。大家可以想象到猫咪的那个猫咪在运动的时候怎么样？ 房子里头会有一些垫子，可以盖在这边高处嘛？哈，那这个叫做阿西巴，阿西巴，阿西巴。除了这个以外，建筑盖房子的时候，诶、呃，做木工会在外围会架一些那个架子嘛？哈，可以踏上上去，为了上去的目的，那个也叫做阿西巴，可以吗？啊，对，我现在想起来了，那个是叫鹰架，是不是？ ゃ再来、えー。たくさん設置されており。這邊のされており就是されていてだ书面矣。されていて、嫌ないですよ。え且、しかも、透明な素材で作られているため。ため是因为因为怎么样な就是用透明的素材来制作。所以な、肉球が観察できる構造になっています。 可以观赏、观赏什么呢它的肉球。哇好可愛。ピンク色。粉红色的。で、这样的構造。構造になっています。になっています就是、已经会有这样的结构的意思。飼い主も大喜びですね。就是、えー、っと、主人也是会非常喜欢、非常高兴。这个意思。大喜び。再来。 また、火を使うキッチンは、会使用到火的厨房是怎么样呢ガラスで仕切られている。仕切られている就是被隔起来的意思。所以呢隔起隔板就是仕切ります、仕切る。对、就是这个動词可以吗仕切られている。用玻璃来隔,、えっと、隔间或是隔掉。 所以猫が入りにくくなっています。猫が入りにくい。猫身很不容易进去。在来な、くなっています。就是已经变成这样的状態的意思。猫の安全にも配慮されているというわけです。猫の安全にも配慮されている。配慮します。配慮されています。就是 可以虑到、或者是关心到、怎么样的意思。所以呢就是可以虑到、有虑到、猫咪的安全。で、後面的、わけです。わけです。就是、谈到一个结论的结尾说法。对吗好那我们现在看看下一段。さらには、猫専用の出入口があり。そこから外へ出ると、 柵に囲われた庭でで遊ぶことができます他の猫が入ってくることもないので、他の猫と喧嘩をしたり、脱走してしまうという心配も無用です。飼い主も安心でき、猫にとっても自由な環境を楽しめる理想的な環境が整っているのです。さらには、就是在家上。 猫専用の出入り口があり、出入り口出入口。そこから外へ出ると、从那里出去到外面。柵に囲われた庭で遊ぶことができます。可以玩。在那里な看出的前面。柵に囲われた。意思是被子が围栏围起来的意思。 用受身心的做法哦。は、hey, い、じゃない他の猫が入ってくることもないので。他の猫、其他家的猫咪入ってくることもない。こともない就是、没有这个机会、没有这样的情况。没有其他猫咪进来的那种情况。所以呢、他の猫と喧嘩をしたり、跟其他的猫打架吵架。或者是、

で、那个天拿掉就是变成一个书面语一点的连接的用法。再来、猫にとっても、その様々にとって、就是对什么来说的意思。猫にとって、对猫咪来说、也是怎么样呢？自由な環境を楽しめる。可以享受自由的环境、自在的环境。

物件を紹介している不動産会社は、猫にとって心地よい物件であれば、飼い主さんも長く住みたいと思い、契約を更新してくれる。そうすると、大家さんにとっても安定した賃貸経営が行われる、と述べています。好这边解释こうした物件は、这样的物件是、普通の物件よりも、比起普通一般的物件。 家賃が10%ほど割高であるにもかかわらず、D が法、スーパー法、10%, 法10或者英单里面是念10%。在电视的一些新闻稿的配音员、嗯，播音员，他的念法是几几几所以呢几嗯，都怎么讲？就是例如20パ、ニ 三十分，三0本，三0本会有这样子的念法，不过这个没有太严格。如果你念的时候，1 0 e r 还是十 p 都可以听得懂，不用担心。那再来，瓦利达卡，瓦利达卡就是偏高的意思，跟一般的世界平均比起来，稍微偏贵，偏高。OK，所以呢，大概贵了十趴。 で、あるにもかかわらず、にもかかわらず、就是、不管怎么样。所以呢、其实、比较偏高、可是怎么样呢薬虫数が前年に比べ50%も増加しているそうです。薬虫数、就是、签合约的数量、就是、成交的数量的意思。再来、比起、上、一个年度。 已经超过呃增加了五十趴的意思。五十八千东某就表示前面五十趴这个数字是非常高的，很明显的增加，很大量的增加，是这个强调的助词哦。物件を紹介している不動産会社啊，正在呃介绍这些物件的不动产，不动产就是可以吗？中介公司的意思哦。再来。 猫にとって心地よい物件であれば、对猫咪来じゃん。心地よい、很舒服的物件的话な。飼い主さんも長く住みたいと思い、主人也是希望住長久一点的意思。他会这么想再来、契約を更新してくれる。可以更新签约。 意思是不会马上搬走、搬到别的地方。そうすると、这样做的話呢结果会怎么样大家さんにとっても、对房东来讲、也是安定した賃貸経営が行われる、可以举行很稳定的賃貸経営。と述べています。述べています就是这么叙述。

猫との生活を楽しめる秘訣なのかもしれませんねその上大家さんにとってもメリットとなるやり方となればまさにウィンウィンのビジネスモデルと言えるのではないでしょうか最後一段解釈犬に比べて猫は環境になれるのに時間がかかり「群後後をビーチライ」に比べて「群様ビーチライ」「猫は環境になれるのに 就是适应环境，为了哈，为了适应环境，还需要更多时间，時間がかかります。花时间。再来，また大部分の時間を家の中で過ごす生き物です。大部分时间在家里过这样的生物。それだけ你正因为这样的意思哦，可以吗？正因为这样。 猫にとって心地よい生活環境を整えることが整理好。對猫咪来讲很舒适的环境。这件事情、飼い主にとっても对主人来讲也是ストレスなく。意思是没有压力。ストレスがなくて。的意思 口癒的話は、ストレスがなくて、じゃあ、有問題や。但是、它是一个书面、新聞稿嘛。所以呢、就是用比較书面語的手法、ストレスなく。再来、猫との生活を楽しめる秘訣なのかもしれませんね。楽しめる、可以享受、跟猫咪的生活。t 秘訣、秘訣、なのかもしれませんね。かもしれません。 他谈到，嗯，也许是这个，呃，是一个原因这样子的说法，所以没有很断定的说法哈，就稍微委婉一点的语气。再来，そのう再加上而且的意思，お家さんにとっても又来了，にとっても就是对房东来讲也是メリットとなる，意思就是有。 有是嗯，不是有好处的，merit 就是好处，前面加一个 de，de merit 就坏处的意思。de merit となる有好处的做法的话呢，まさに这个真的是まさに，意思是它后面提到的是这个真的是怎么样，的确怎么样那种的强调的用词。 win win no be genius model win win 就是双赢的说法再来 be genius model 商业模式脱也就是说对外那一点时候可以这么说吧的意思最结尾的什么什么对外那一点时候可就是是不是这样呢的意思常常会出现在一些演讲 或是推销的用词结尾，你是不是这么觉得呢？来推动对方的那种感觉哦。好，以上就是全部呃文章的内容，大概了解了吗？那我们现在可以一起从头听一次哦。听完讲解后，让我们从头再认真听一次吧。 新型コロナに伴う在宅ワークの増加などの影響もあり猫を飼いたいと考える人が増えていますでも日本の賃貸住宅では猫を飼えないところが多くその願いがかなわないこともそんな中「猫が気に入る家」が今注目を集めていますある賃貸住宅では「猫と快適に暮らせる」をコンセプトにさまざまな工夫がなされています 部屋には猫が運動できる足場がたくさん設置されており、しかも透明な素材で作られているため、肉球が観察できる構造になっています。飼い主も大喜びですね。また、火を使うキッチンはガラスで仕切られているため、猫が入りにくくなっています。猫の安全にも配慮されているというわけです。さらには猫専用の出入り口があり、そこから外へ出ると、 柵に囲われた庭で遊ぶことができます。他の猫が入ってくることもないので、他の猫と喧嘩をしたり、脱走してしまうという心配も無用です。飼い主も安心でき、猫にとっても自由な環境を楽しめる理想的な環境が整っているのです。こうした物件は、普通の物件よりも家賃が10%ほど割高であるにもかかわらず、薬場数が 前年に比べ50%も増加しているそうです。物件を紹介している不動産会社は、猫にとって心地よい物件であれば、飼い主さんも長く住みたいと思い、契約を更新してくれる。そうすると、大家さんにとっても安定した賃貸経営が行われる、と述べています。犬に比べて猫は環境に慣れるのに時間がかかり、また大部分の時間を家の中で過ごす生き物です。 それだけに、猫にとって心地よい生活環境を整えることが、飼い主にとってもストレスなく、猫との生活を楽しめる秘訣なのかもしれませんね。その上、大家さんにとってもメリットとなるやり方となれば、まさにウィンウィンのビジネスモデルと言えるのではないでしょうか。大家辛苦だ。喜欢今天の新聞は、有没有感受到你的心理を進歩すか。 训练听力的最好的方法就是先了解内容，再来重复的听哦。如果你喜欢这个频道的话，请记得订阅、按赞。好，那我们下次再见。